逮捕時のマグショットパトリシア・ハーストは、アメリカの女優。新聞王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストの孫娘。1974年に発生した、パトリシア・ハースト誘拐事件に関与したことで知られる。通称パティ・ハースト。1954年、サンフランシスコの新聞社、サンフランシスコエグザミナー社長、ランドルフ・アパーソン・ハーストの三女として生まれる。 裕福な環境のもと、何、不自由なく育つ。銀行の顧客に大声で命令するパトリシア・ハースト1974年2月4日午後9時20分、当時19歳でカリフォルニア大学バークレー校2年生だったパトリシアは家出して恋人と高級アパートに一緒にいたところを武装した二人組に襲われ連れ去られる。その3日後、 犯人グループである左翼過激派シンバイオニーズ解放軍により地元ラジオ局の KPF に犯行声明が届く。彼らはパトリシアの身柄を解放する代わりにカリフォルニア州の貧民6万人にそれぞれ70ドル分の食料を与えることを要求した。同年4月15日、SLA のメンバーはサンフランシスコ北部にあるハイバーニア銀行サンセット支店を襲撃。この際、 銀行の防犯カメラに誘拐されたはずのパトリシアが犯人グループと共にライフル銃を持って強盗を行っている様子が映る。この映像はマスコミを通じて広く報道され、全米は騒然となる。同年5月17日、FBI が SLA のメンバーのアジトを吸収し、犯人6名を射殺する。パトリシアは他のメンバーと外出していたため、難を逃れ。 そのまま逃亡する。6月7日、パトリシアは、タニアという名を名乗り、ロサンゼルスの放送局に、組織の同志になったことを宣言する、カセットテープと写真を送りつける。このテープの内容は、死を恐れず、最後まで戦うとの声明の他に、親を、ファシストの豚、婚約者を、セックスアニマルと罵のるもので、そのあまりにもショッキングな声明に、全米は、 さらに騒然となった。なお、このテープが公開された直後に婚約者はパトリシアとの婚約を破棄した。翌1975年9月18日、サンフランシスコにて FBI がパトリシアを逮捕し、1年以上に及ぶ逃亡生活は終焉を迎えた。パトリシアは逮捕時に拳銃を突きつけられた恐怖から失禁してしまい、そのまま連れ去ろうとする警官に、 ズボンの履き替えを懇願し、男性警官の目の前で着替えを許された。1976年2月に裁判が始まると、パトリシアは態度を表変させて、無罪を主張した。弁護士は、逮捕時に失禁したことを挙げ、最初から本気ではなく、殺されないために加入したふりをしたに過ぎなかったと、主張した。弁護団は彼女は洗脳されたのであって責任は、SLA にあるとしたが、 売信員は、洗脳説を認めず、事件の社会的影響を重んじて、有罪とし、懲役35年の判決が下された。しかし、複数の著名人が釈放の嘆願書を提出した結果、1976年9月24日、サンフランシスコ連邦地方裁判所は、懲役7年の刑を言い渡した。 その後、ジミー・カーター大統領による特別恩赦と保釈金150万ドルを支払うことで、わずか1年半の1977年1月19日に仮釈放された。出所後は、積極的に社交の場に登場し、事件に関するインタビューも進んで受けた。25歳の時に、当時彼女のボディガードをしていたサンフランシスコ氏系の警官と結婚した。夫は、 現在、ハースト財団の警備を担当。二人の子供を設け、長女のジリアンは一族が経営するハースト社に勤め、次女のリディアはモデルとして活躍している。1990年以降は、ジョン・ウォーターズ監督の映画に出演し、脇役を務めている。ありがとうございます。